栗原俊夫は、日本の学校情報学者、名古屋文理大学短期大学部教授である。名古屋文理大学短期大学部文部科学大臣表彰受賞学校情報、学教職概論、教育方法、道徳教育、特別活動、教育原理、キャリアリテラシー、教職実践演習、学校経営と学校図書館小学士高等学校、専修商業教員免許、米国テキサス州オースティン市教育委員会名誉、教諭1970年、同志社大学、商学部、経営学専攻、卒業1975年、米国マサチューセッツ州立大学米国社会講座、8月終了名古屋市立、高等学校教諭、教頭、校長名古屋市情報処理教育センター次長名古屋市、教育委員会指導室指導主事名古屋経済、大学教職課程講師、東海学園大学入試広報室長、東海学園大学人文学部、経営学部講師愛知教育大学高度教員、養成支援課講師立命館大学文学部特別、講師現在、名古屋文理大学短期大学部教授日本商業、教育学会同幹事、平成21年度から29年度日本、教育方法学会日本生徒指導学会、高大連携事業名古屋商業高校と愛知大学、愛知工業大学清涼高校、広明学館高校と東海学園大学、甲州シドニーチェリーブルック工科高校との教育交流事業、姉妹校提携、TB 会議による合同授業名古屋商業高校平成18年から20年、生徒指導の情報収集等分析名古屋市立高等学校長科平成14年から17年、国際理解教育に情報ネットワークを活用した教育実践から教育の国際化と情報化の交差点を振り返る-公益財団法人全国商業高等学校協会全商会法第124号199ページ2012年1月デジタル教科書の出現愛知県公立校長会級会員の会会報 34.2010 年7月清涼の新しい息吹総合学会の期待とともに清涼高校清涼90周年記念し2009年10月新しいビジネス教育の実践中部経済新聞2007年12月 ICT を利用した国際理解教育実践カナダケベック州校長会テレビ会議にて参加報告2007年10月校長会の教育改革への取り組み後大使校長会研究発表2006年7月国際理解教育における情報活用能力の育成文部省科学奨励研究者1992年、石田財団研究教育賞受賞。平成4年11月全国、産業教育振興中央会5課資金、記念教育功労者表彰受賞。平成19年11月文部科学大臣、表彰受賞全国高等学校定時制、教育功労者。平成29年7月 http://apphsob.jp/17abp 表書 17HTML バカロレア研究会の創設及び運営と研究活動平成22年8月現在商業教育に携わって日本商業教育学会愛知県研修会報告平成20年5月中部経済新聞オピニオン記事掲載平成26年から28年、名古屋市高等学校定時制振興会副会長、平成23年度現在愛知、水泳協会顧問、平成24年度現在名古屋市立、山田高校学校評議員、平成24年度から27年度名古屋市立、中央高校学校評議員、平成23年度現在名古屋市立、高等学校各科研究会商業科講師、平成21年11月愛知県商業、高校教務主任会講師、平成20年10月、総合学科と情報科の新設名古屋市産業、教育審議会専門員、平成12年名古屋市商業科工業科高校生、第1回海外研修団引率総務担当。平成4年、文部省海外教員派遣第231弾、参加、欧州5カ国教育事情視察。平成2年。ありがとうございます。